豊かな自然が広がる日野町は農村の暮らしが今も受け継がれ、普段は静かな町です。でも観光バスから続々とボーイズ&ガールズたちが、なんやなんや。今日の一押しは近江日野田舎体験で心の交流。この学生さんたちは横浜市からやってきた中学生。今日は2泊3日の修学旅行で日野町にやってきました。宿泊先は日野町のお家、そう農村民泊です。ここにいる間は家族の一員として食事作りや家事も一緒にするんですよ。日野町には様々な伝統料理、田舎料理があります。受け入れ家族と田舎料理を囲みながらの団らんは民泊の醍醐味でもありますな。家族みんなで食べるご飯って美味しいじゃろ。一人で食べるよりみんなで食べたのが美味しくてとてもいいです。家業お任せプランといいまして、その日に、できる仕事、できる作業っていうのを、お家の方と一緒にどっぷりお家の中に入っていただいて、交流コミュニケーションを図っていただくというのが、一番の売りになっています。売り手よし、買い手よし、世間よし、近江商人の三方よしの精神をもとに活動を行っています。子どもたちが体験することは各家庭によって多種多様。農作業や伝統工芸に触れたり、昔ながらのお菓子を作ったり。どっち当たり？家の隣に畑があるっていう感覚がないので、なんかすごい新鮮でした。横浜とかだと僕たちは携帯とかテレビとかに頼ってるんですけど、ここに来たら全然そういうのも使わなくて、なんかすごい違かったです。子供たちの笑顔って素敵やな。けど受け入れ家庭って大変ちゃうんかな。子供たちをと一緒にいるときはすごい幸せ、賑やかで楽しいひとときを過ごさせてもらってます。受け入れていただくご家庭が、年は取っていくもののやっぱり元気になっていってます。それはやはり来ていただく若い、学生さんからパワーをもらって、生きる力に、変えてもらってるんじゃないかなというふうに思います。楽しい楽しい2泊3日はあっという間、とうとうお別れの時間。将来的に、また日野町に行ってみたいなとか、実際に住んでみたいなっていうふうに思えるような、この取り組みになっていければいいなというふうに思います。なんちゅう綺麗な涙。この涙が全てを語ってますね。この体験は訪れる人に特別なごちそう。多くのお土産を提供することはせえ、人と人との関わりの大切さ、心の交流が滋賀の豊かさなんやな。さあ今日はこの辺で、お後がよろしいようで。